雷の呼吸、一の型、霹靂一閃。はい、というわけで前回に引き続き、鬼滅の技を再現してみました。今回は、前方に雷が落ちる、高速で移動する、文字が出る、の3種盛りです。リクエスト、コメントありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくね。はい、というわけで作り方、プラスからツールを選択。名前を入れて、クリエイトニューツール。テクスチャは前一の刀っぽくしてみたよ。プロパテに移動して、タイプをソード、クリエイトインベントリータブをコンバットに設定、強さは適当に調整してあげて、トリガーに移動、プラスボタンから右クリックした時のプロシージャーを追加するよ。名前はそのまま、クリエイトプロシージャー。まずはディールダメージでアイテムの耐久値を減らします。したらば変数を作成。今回は角度と半径が欲しいな。タイプはナンバーで。作成した変数に初期値をセット。角度には自分の向いている方向を入れるよ。メインハンドを振る命令も忘れてたからこっそり追加。そしたら雷に打たれても平気なように、レジスタンスとファイアーレジスタンスをちょっとだけ与えます。繰り返しで、進行方向に2マスごとに10回雷を落とすようにします。X と Z はこんな感じで設定すると進行方向になるよ。繰り返し用の変数をプラス1にして2マスずつずらします。そしたらアテンプトプーオーバーライドモーションベクターオブでプレイヤーに速度を与えます。VX と VZ は進行方向にしたいから、こんな感じで設定してね。したらば今回はセンドメッセージで文字が出るように設定。技の名前をぶち込んであげましょう。ショーインアクションバーをブルーにして真ん中表示にします。セーブして、テスト。いい感じ。文字、ちゃんと出てますね。もし文字をタイトルバーに表示したければ、コマンドを追加します。コマンド詳細は概要欄に書いておく予定。もっかいセーブしてテスト。文字がでかくなりましたね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ちなみにこれサバイバルだと早く炎から出ないと燃えちゃうから気をつけてくださいね。